こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はファーストアニバーサリー魔王竜祭超絶級挑戦クエスト、トルネイドコロッサス超絶級の攻略解説ということでやっていきたいなと思います。はい、ですね、正直、ここまでだいぶね、あの1周年から、まあ、時間が経ってですね、1周年記念コインも相当配られて いますよね。メダルか、1周年記念メダル配られてると思うんですけど、もう正直余ってる方多いと思うんですよね。ガチ勢の方とかはね、だいぶ余ってる感じするんですが、ただまだ全てね、あのもちろんクリアできているわけじゃなくて、ところどころしかクリアできないみたいな方はまだまだね、足らない方もいると思いますので、こういったね、勝てる超絶級クエストを選んで、クリアしていくってことも非常にね、重要かなと思いますので、見ていきましょう。まず今回のトルネードコロッサスの、まあ、注意点ということになりますが、こちらですね、あの通常の正当戦とかのエレメンタルコロッサスとかと比べるとギミックが全くないというか、まあ、全くではないんですけど、正当戦のねトルネードコロッサスじゃない、エレメンタルコロッサスは気絶があったりとか、あと HP 回復、それからとてつもないバフで6ターン以内に倒さないとほぼ即死みたいな、結構えげつないね、キャラだったんですが、トルネードコロッサスはそういった厄介な攻撃っていうのがほとんどありません。注意すべき点はね、まあ、唯一一つくらいで、奥義の魔装甲のダメージ力 75% ダウン、あとゲージ増加量 75% ダウンっていうのを、まあ、3ターン内だ、まあ、定期的にやってくるよと、それぐらいなんだよね。なのであの結構攻略の編成の幅、パーティー編成の幅っていうのは非常に、まあ、広いのかなと。結構あらゆる戦い方、まあ魔王流は大きく分けると大別すると3つありますよね。耐久型、まあ、最初に耐久型言うのどうかと思うけど、速攻型、それがチャージ型みたいな、戦い方あると思うんですが、まあ、どちらかというと今回はね、後者のチャージ型か速攻型どちらかで、パーティー固めていけばそんなに難しくない敵なのかなと思います。防御力もそんな高くないし、まあ、HP25 万なんで、まあ、最近のね、あの超絶級難易度5とかそういったものと比べればまだまだ全然 HP 低い方だと思うんで、一応で攻撃耐性が魔法弱点になってるんで、まあなるべく空属性の魔法攻撃タイプを入れてあげれば火力が出しやすいのかなと。ただ、まあ手持ち的に最近結構あのチャージ型のねキャラが続いていたりとかするんで、まあもちろんあの1月じゃない、12月のキャラのあのトアとかね、そういったキャラを使っても全然いいんですが、1周年のね、ベルドラとかね、それから空属性の、ベルドラとか、そういったキャラを使って攻略しても全然構いません。でそちらのキャラ持っていない方、他のか、まあそれこそ本当の今月出た、カゴシュナとかね、そういったキャラ使っていけるのも全然ありだと思います。ただ、トルネードコロッサスね、カゴシュナ使いたい場合ってか使いたい方いると思うんですけど、気絶耐性 100% 持ちなので、あのルミナスと一緒に使ってですね、気絶耐性を、まあ 0% にしてあげてから、その上で気絶を付与してあげないと気絶特攻とかのねバフは乗っかってこないので、その辺はちょっと注意が必要ですよね。まあ、必ずしも気絶させなくても貫通バフの部分ね、貫通力 10% アップみたいなところはもちろん乗っかってくるから、シュナとプラスで貫通率アップさえ、あ、キャラさえ入れてあげればちゃんと火力は、出てくれそうです。あと HP そんな高くないので、バフはね2つか3つぐらい奥義に乗せて打てば、まあ、倒せるかなみたいな感じですね。もちろん単体奥義のキャラに乗せてあげるのがベスト。はい、ということで実際にちょっとパーティー編成紹介したいなと思います。今回挑んだ空属性の編成こんな感じになりましたね。まあオーソドックスな空属性のチャージ型編成ということになりますが、今回はちょっと火力全然足りそうだったので変換枠いっぱい突っ込んでます。星音キャラも2体ということですね。はい、必ずしもこの編成じゃないといけないというわけでは全くありませんので、まあ、皆さんの手持ちでね、あの組みやすい、ちょっと火力が足りなければ、このねリムルとか入ってるこの変換枠のねカゴ変換枠を、まあ、もっとね火力が出るバフキャラに変えてあげるとかっていうことで、もっと火力が出しやすくなるんじゃないかなと思います。
で、過去のベルドラについてのね、代替案に関しては、先ほど言った通りね、いろんなキャラで代用できるんで、必ずしもこのベルドラである必要もありませんということで、あと仮面の勇者については、会心バフだね、単純に。会心バフと、あとまあ一応運命崩落もあるんですが、必ずこっちもね、使う必要はないと思います。で、あと、フレイ。星4キャラで、まあ、変換枠ということで入れてます。これもね、全然必須ではないの ないので、他にね、バフキャラを入れて火力を高めていくっていうのも全然あり。で、今回のフィニッシャー枠として、ミリムを採用しました。こちら、空属性バフも持ちつつ、自分の攻撃力も上げることができるんで、そして魔法攻撃タイプなのでね、火力が今回一番出しやすいキャラということです。であとは水着のシュナを入れて、扇バフ。とあと奥義の魔装痕を過去に変換ということで、今回ね、過去に変換できるキャラが3人入っておりますので、まあ、非常に立ち回りやすい、手札運に結構左右されにくい、パーティーになってる。まあ、でもそれでもやっぱり、どうしてもね、手札の運っていうのはつきまとってくるものなので、あの武勇祭とかと違って最初のね、開幕の手札の魔装痕も運ゲーでしかないので、あの別にリタイアしてもスタミナなくならない仕様なのでね、何度でも、やり直していい手札が出るまで繰り返すっていうのも魔王流では非常に重要な要素になってるんで、はい、ということで実際にやっていきたいと思います。強大な魔力の接近を感知しました。勇者として我に任せておけ。必ず